全国的に問題となっている米の品不足についてです。まもなく本格的な新米の時期を迎えますが、その価格にも影響が出そうです。異変は米どころ新潟でも起きていました。ありました。こちらがお米のコーナーです。在庫はまだありますが、貼り紙がされていて、一家族一袋限りと購入制限が設けられています。新潟市にあるこちらのスーパーでは、去年産の米が品薄状態で、購入制限をして対応しているといいます。2ヶ月ぐらい前からもうちょっとお米屋さんの方から一応、なんかもしかしたらなんか足りないかもという話が来てたんで、次の納品を最後に去年3枚は完売、取引業者からそう言われたといいます。そのため特売の商品から米を外し、なんとか在庫を保っています。米不足は人口の多い首都圏でより深刻です。埼玉県のスーパーではお米の供給が不安定、商品によっては品切れ。神奈川県でも5人家族なのでお米ないと困っちゃうので、ちょっと今スーパーはしごというか探してたところでした。神奈川県にあるこちらのスーパーでは普段20種類以上の商品を揃えているといいますが、現在は半分程度しか仕入れられていないといいます。こちらが想定する以上にお米の売り上げの、スピードがすごく速い状況っていうのが最近続いてまして、補充もちょっと回数を増やさないと追いつかない状況というところが、令和の米騒動とも言われるこの事態、何が起きているのでしょうか。背景に迫ろうと新潟市西蒲区にある米の卸売業者を訪ねました。倉庫を見せてもらうと、本当にこんな少ない時はないぐらい少ないですね、例年であれば少なくても3分の1程度は在庫があると言いますが、倉庫に残った米はあとわずか。米不足の前兆は去年からあったといいます。それが精米の出来です。清流も若干例年に比べると少し一回り小さいかなというふうに感じます。必要な玄米が多くなるというか、商品になる量が少なくなるんで、その分余計にすらなきゃいけないというところもあります。玄米30キロを精米した場合、例年であればおよそ27キロの白米が取れますが、去年はそれがおよそ25キロに落ち込んだといいます。去年の夏、記録的な猛暑に襲われた県内。その影響で県産米は収穫量の良し悪しを示す作況指数が95と、全国最低レベルのやや不良という結果になりました。さらに一等米の比率も過去最低に。収穫量が少なく、さらに米の粒も小さい。米の不作が品不足に影響しているといいます。横のつながりの中で他の米屋さんから の少し余剰を分けていただいたりとか、あと業者さんにお願いして、かなり高い仕入れにはなりましたけども、なんとかこうかき集めて、姉妹までつながるようにということで、売るよりも仕入れに走ってる時間の方が長かったような、影響は米の価格にも及んでいます。コシヒカリの販売価格はこの数ヶ月で上昇。今年4月から比べると5キロあたり300円ほど値上がりしています。値上がりの動きは新米にも。今週火曜日、いち早く店頭に並んだのは極早生品種
葉月みのりの新米です。柏崎市の JA の販売価格は去年より4割上がり2880円でした。日米連によりますと、米の販売価格は年内いっぱい高値で推移し、新潟産コシヒカリの価格は3200円から3300円程度になると見込まれています。仕入れ価格も高騰。こちらの卸売業者では販売価格を据え置いていますが、このままでは値上げせざるを得ないといいます。全く米が要は不足しているというわけではなくて、もう新米も新潟も出回り始めましたし、来週再来週になればコシブキも新米が刈り取られてきますので、そうしますともう結構潤沢に新米もございますし、ぜひ去年はやっぱりね少し品質があれでしたけど、今年はどうかなっつって楽しんで新米を食べていただければなと思ってます。米不足はいつまで続くのか。卸売業者によると、新米が本格的に出回れば在庫不足は解消する見込みで、買い占めなどはしないよう呼びかけています。